泉が丘プール線が丘プールは、かつて、大阪府堺市南区にあった、堺市への屋外型プール。1972年開業。堺市が公募、選定した民間業者により運営されていた。毎シーズン12万人を超える来場者がある、人気施設であったが、開業より40年以上が経過し、施設の老朽化及び管理棟の耐震性が問題となり、 2019年8月31日で48年間の営業を終了し、翌9月1日のさよならイベント、9月22日の落書きイベントをもって閉鎖となった。なお、さよならイベントでは通常の営業は行われず、50メートルプールでビッグローラー、流水プールで手こぎボートが用意されて入場者が自由に楽しむことができた。夜には、 校はドラフトによる生演奏とキャンドルナイトが行われ、ロウソクを入れた瓶がプールサイドや流水プールで流され、多くの市民が訪れて別れを惜しんだ。東プールの敷地に2023年に近畿大学医学部及び付属病院が開院予定であり、それに伴い2020年により、仙北高速鉄道津が三北駅に隣接する原山公園内へ、 原山公園プールが開業する計画となっている。有料、1回500円で利用することができる、ビッグローラーが50メートルプール売店側にて行われている。仙北高速鉄道泉ヶ丘駅から徒歩10分。ありがとうございます。